こんばんばは、クニオですえっ、ー、と本日は3月の14日となっておりまして、えー、昼間夕方なんていうのはジュースジュースの、えー、とリリースインターネットちょっとタイトル適当ですけど放送みたいのを見つつあとアップがねキキッ期吉川優みたいなライブも見つつえっ、ー、と明日の準備をしておりましたということでございます。 さああの準備とは何なのかという今回はその明日の準備したイベントのご案内ということになりますのでお付き合いいただきます。3月15日ですねえっ、ー、と Twitter などでは告知しておりましたけど大塚ディーパさん大塚ディーパさんの方で、えー、と14時、えー、ここで会場し時からあ15時から音を流し十三時大体23時ぐらいまで。 えーとハロープローナイト特別企画というのを開催しようと思っております内容は「えーまあ、ハロー」の楽曲ですよねそこを聞きながら、まあ、お酒飲むもよし踊るもよし語るもよしそういう場所を考えております、えー、と実際のところはね、えー、と来た方々あというのの会話というのも楽しめればですけど,、まあ、ど踊るだけの人もいますしこれだっていう実は型はないんです。 で飲み会の延長全然それで大丈夫ですしただは音楽聴に来ただけだ会話したくないもうそれも大丈夫です。で僕が <laughs> えと一番僕が何を言いたくてこういうことやってるかというとふ、まあ、普段お世話になってるライブハウスそして普段お世話になっている、まあ、方々全般ですよねというところにまあこういうことだからといって。 普段のの生活以下のこことととをしてしてほくないいいうことでございます、えー、全責任は私にありますで、そこに関して、えー、と行動していくということなので、えー、ともし何か賛同してくれたり何か一緒にやるって人たちに、えー、と言いたいことがあるなら僕に言ってくれればと思っております。えー、まずそれでイベントの内容を進めましょう。 どういういことをやるかリクエストいつもさまざまな音楽用意してますのでリクエストいただければそれはもうほぼほぼお,おかけしますまあ、そして高音質比較的何て言うんですかしっかりとした機材の中で鳴らそうと思っているんでそういったものも楽しめるんじゃないかとあとアナログレコードを聞きたいというふうな方いらっしゃったんでレコードの方も聴けるような時間しっかり作っていきたいと思ってますんで。 それれもものすすごくく音がいいいんで楽ししみにしてくれたらと思います、えー、ちなみにどういうふうに書けるかとかちゃんと解説しますんでなんか知識も深まるんじゃないかななんて考えてます。であとはあ明日自体になってから少しねいろんな人にこう声かけしたところがあってまあアイドル活動してる人のライブだよとか、うん、なんかこういった形で何かを見せたいよっていう人まとまりきってないんですけど。 もう募集から実行までがすごく短期間でこのイベントは決めてますんで何て言うかな決まりきってないんだけどそこに関しては明日常時現場でえっ、ー、と何て言うのかなまあちびサプライズ的な感じでいけたらと考えてますんでその辺も楽しみにしてくれればと思っていますえっ、ー、とまあパーティー来たことないよイベント来たことないよって人いらっしゃいましてもその辺はあんまり心配しなくてもいいと思います もし不安だったらツイッターの方でハロプロナイト特別企画で検索していただければそこで僕に直接いろんな形で連絡取れるようにしてますんでそちらの方もアクセスしてみてくださいでは本日はこの辺にしましょう今日はね、えー、とこの後うちでも、えー、ともと八王子でモーニング娘。のコンサートがあれば終わった後にモーニング娘2 0ト,トをやろうと思ってたんですね でそれも告知をしていたので、えっと、中止というふうな判断はせず、まあ、ホームパーティー的な感じになりますがこのあと10時から開催しようと思っておりますそちらももし新宿界隈をお立ち寄りいただける方がいらっしゃいましたら Twitter 経由でも構いませんのでご連絡いただければと思っておりますじゃあ本日はそんな感じでございますえっ、ー、とサタデーナイト雪が降ったり雨が降ったりの日でございましたが なかなかあの明るい気持ちにならないではなく少し楽しげに過ごしてみてはいかがでしょうか。クニオでした。また会いましょう。後ほどの人は後ほど、明日来れる人は明日ね。